メーベル・ガーディナー・ハバードはアメリカ合衆国の実業家である。初の実用的な電話機を発明したアレクサンダー・グラハム・ベルの妻であり、結婚後はメーベル・ベルと名乗っていた。1873年にグラハム・ベルと出会ってから1922年にグラハム・ベルが亡くなるまで、メーベルはグラハム・ベルの人生に最も大きな影響を与え続けた。 メーベルは5歳の誕生日を迎えた頃に、昇降熱で聴力を失った。グラハムベルが通信の実験を行ったのは、メーベルの聴力を回復させるためだったという伝承がある。メーベル・ガーディナー・ハバードメーベル・ガーディナー・ハバードは、1857年11月25日、マサチューセッツ州ケンブリッジで、弁護士ガーディナー・グリーン・ハバードと、ガートルード・マーサー・マッカーディの間に生まれた。 1862年、ニューヨークに住む母方の祖父母を訪ねた際、5歳の誕生日頃に、症候熱に勝って、瀕死の状態となり、その後、聴力を完全に失った。この病気により、内耳の前提形を損傷し、平行感覚が大きく損なわれたため、暗いところを歩くのが非常に困難になった。メーベルが全老となったことは、父親がアメリカで、 最初の講和式老学校であるクラーク老学校の設立に関わるきっかけとなった。アメリカとヨーロッパの両方で教育を受けたメイベルは多言語での独身術を習得した。また、両親の努力により全米で最初に独身術と会話を学んだ聴覚障害児の一人でもあった。これによりメイベルは健常者との会話に溶け込むことができたが、これは 当時の労者コミュニティではほとんど知られていなかった。メーベルは、労教育への資金援助を増やそうとする両親の活動を支援するため、若くして、アメリカ合衆国議会の公聴会で証言した。両親が亡くなって、労者協会のベネファクターとしての役割を引き継ぐまで、メーベルは、労者コミュニティを避けていたため、後に自分の障害を恥じていると批判されることになる。 メーベルと夫のアレクサンダー・グラハム・ベル、娘のエルシーとマリアン。1882年から1889年まで、ベル夫妻が住んでいたブロッドヘッド・ベル・モートン邸。2008年撮影。メーベルは、グラハム・ベルが新設した、老学校の教え子の一人となり、後に、彼の親友となった。二人は1877年7月11日に、 ケンブリッジの両親の家で結婚した。メーベルは当時19歳であり、グラハムはメーベルの10歳年上だった。二人の間には息子二人、娘二人が生まれた。長女のエルシー・メーベルはナショナルジオグラフィックで有名なフォトジャーナリストのギルバート・ホービー・グローブナーと結婚した。次女のマリアン・ハバード・ベルは生まれた直後に父によってフォトフォンと名付けられそうになって、 メーベルに止められたという。他に、エドワードとロバートという二人の息子を産んでいるが、いずれも生後間もなく死亡した。メーベルは、夫のことを、アレックと呼んだ。結婚後は、ワシントン DC のブロッドヘッドベルティに数年間住み、1888年からは、カナダのバスコシア州のケープブレトン島のベインバリーの家に住むことが多くなった。1922年の夫の死後、 メーベルは徐々に視力を失い、娘たちの世話になるようになった。夫の死から一年も経たないうちに、メリーランド州、チェビー・チェイスにある娘のマリアンの家で、水臓癌により亡くなった。二人の遺体は、ベインバリーの邸宅の敷地内に埋葬されている。1876年のフィラデルフィア、万国博覧会で、ベル夫妻は、世界的に有名になった。 グラハム・ベルの初期の商業的成功のきっかけは、メーベルだった。1876年に、フィラデルフィアで開催されたフィラデルフィア、万国博覧会に出展された、ベルが発明したばかりの電話機は、世界中で、大々的に取り上げられた。審査員である、ブラジル皇帝ペドロ二世やイギリスの著名な物理学者、ウィリアム・トムソンは、ベルの電話機を電気商委員会に推薦し、 同委員会はベルに電気機器の金メダルを授与した。さらにベルは合わせて展示を行った手話法でも二つ目の金メダルを受賞し世界的な名声を得ることができた。当時専人教師だったベルは教師としての忙しさと生徒の試験準備のため博覧会への出展は予定していなかった。当時婚約者だったメーベルが半ば強引に出展をさせたのである。メーベルは ベルが博覧会に出展するのを嫌がっていることを知っていた。彼女はフィラデルフィアまでの列車のチケットを密かに購入し、彼のバッグを荷造りし、何も知らないベルをボストンの駅まで連れて行き、ショックを受けている婚約者にフィラデルフィアへ行くように伝えた。ベルが反論すると、メーベルは彼の口から目をそらし、文字通りに聞こえなくしてしまったのである。ベル電話会社は、 1877年7月9日にメーベルの父、ガーディナー・グリーン・ハバードによって組織された。ガーディナー・ハバードは発行済み株式5000株のうち1387株を保有し、関在人という肩書きを持っていた。グラハム・ベルは1497株を保有していたが、結婚時に10株だけ残してメーベルに譲渡した。 ヨーロッパへの新婚旅行に出発する直前にメーベルは自分の株式の管理権を父親に譲る委任状に署名したガーディナー・ハバードはベル電話会社の事実上の社長兼会長となったベル電話会社は後にアメリカ電信電話会社へと発展し一時は世界最大の電話会社となったメーベルは 非常に知的な人物だったが、グラハムベルが科学的な議論や仲間内での会談を行っている間は、普段は裏方に徹することを好んでいた。何十年もの間、ベルは水曜日の夜に自宅の応接室で定期的に知的サロンを開いており、その様子は何巻にもわたるグラハムベルの日記に記録されている。しかしメーベルは、 空気より重い乗り物で空を飛ぶことができると強く信じており、そのためのインスピレーションと約2万カナダドルの資金を提供した。メーベルは不動産の一部を売却し、その金額を夫と他の4人に渡して、カナダ発の飛行隊シルバーダートの建造を目的としたアエリアルエクスペリメントアソシエーションを設立した。彼らが設計、製造した航空機には、 科学的な実験に基づいて補助翼により横方向の制御など、それまでの飛行では発明されなかった技術的な工夫がいくつも盛り込まれていた。メーベルは AEA、e、を設立したことなどにより、2018年にカナダ政府によりパーソンズ・オブ・ナショナル・ヒストリック・シグニフィカンスに選ばれた。ありがとうございます。